道枝駿佑、なにわ男子が5月30日にフジテレビ系で放送されるトークィーンズにゲスト出演する。動画、道枝駿佑ゲストのトークィーンズの予告動画はこちら。トークィーンズは差し払いの伊藤麻子らによって結成されたバラエティ最強女子軍団、トークィーンズがゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティ。女性タレントが事前取材を行い、 その情報をもとにスタジオゲストを質問攻めで、丸裸にしていく。福田巻、3時のヒロインによる事前取材で道枝が、罰が当たることを恐れすぎていることが発覚。弁当に入っている漬物を残すことも、別れた彼女からもらったプレゼントを捨てることも、罰が当たりそうという理由でできないと語る。スタジオではそもそも、罰、とは何なのか、 という質問も投げかけられる中、道枝はライブ中にも罰を回避するために言っていることを明かし、共演者たちを驚かせる。また道枝は恋愛に関する質問に、もし彼女に振られたら相手に理由を聞く、恋愛は4割追って6割追われたいと回答。さらに振られた理由が、他に好きな人ができたというだけでは絶対引き下がらないという道枝に対し、トークィーインズたちはストーカー気質。 本当に、ウブラブウブラブなの、と突っ込みつつ、彼の恋愛観を掘り下げる。富士テレビ系、トークイーンズ、2024年5月30日、木曜日、23時から23時40分、出演者、指し払りの、伊藤浅子、若月千夏、アンミカ、野々村紀子、藤田ニコル、池田美優、3時のヒロインゲスト道枝俊介、なにわ男子。